皆様こんにちは山種美術館特任研究員の水戸信枝です。 現在当館とそれから同じく渋谷区にある大田記念美術館さんとで連携をしていまして総合割引を行っていますで、しかも今ちょうど開催している展覧会ではあの今年大河ドラマやアニメで注目されている原平の世界がそれぞれの美術館で共通して大きなテーマになっているんですねえそこでお互いこれぞという作品を持ち寄りましてまあ、どんな風うに原平の世界が描かれているのかその見どころを紹介してい いたいと思います。本日ご一緒くださる大田記念美術館城跡学芸員の渡辺明さんです。渡辺さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、では、早速、早速見てまいりましょう。 はい、えまず最初に一、えー、の谷の戦いをめぐる、えー、作品をですねお互い持ち寄って、えー、見比べてみたいと思います、はいはい、まずでは最初に当館の方からまいりましょう当館、えー、からは江戸時代17世紀に描かれた、えー、屏風で源平合戦図をご紹介したいと思います、えー、とこちらは右関の方に一の谷の戦いそれから左関の方に屋、まあ、島の戦いが描かれていて一部壇の浦の戦いの,あの発想飛びのなんかもちょっと入っている、うん といいう構成にななっているものなんですねで右席の方は真ん中にあの兵士の館、まあ、陣屋が描かれておりまして、まあ、そこにこうわっと大勢が大軍が源氏の大軍がこう攻め寄っていくって、うん、でその背後から今度は義経軍がこう逆落としで,ですね攻め入って奇襲をかけるというその辺りがここ描かれているところになります。でその 奇襲をかけている義経軍を描いている、まあ、いわゆる日鎧越の、まあ、逆落としと呼ばれる、うんえー、場面がここ描かれているんですね。であのちなみに、えっと、現在あの日鎧越,越と呼ばれるその現在の場所は一ノの谷の裏手にはなんか当たらないっていう、ね、なんか話があって<ー>で、はいえっと、確か大河ドラマではなんかそれを踏まえてあの実際日鎧越は違う場所なんだけども、うん、<laughs> なんかまあそういう話になるみたいな確か大河ドラマではそういうあの筋が気になっていたんじゃないかと思うんですがまあ あの、こちらがいずれにせよ、そのひよどり越えの坂落としって呼ばれる有名な場面でして、うん、で、平家物語では坂落としのことという章立てであの語られています。で、そこではまあ義経軍がひよどり越えに登りましてで、あの陣馬の息を潜めて様子を伺っていると、その山にまあ、鹿がいますけれど、その山にいた鹿がその軍勢に驚いてですね。それで谷に落ちてしまうっていうくだりがあるんですね。で、そこを読むとおじか二つ目じか一つって書かれてまして。 でここにちょうど鹿がいるんですけど<ー>そこを見るとちゃんとおじかが2匹と 2>, <ー>2頭か2頭と目鹿が描かれてるんで、まあ、絵も割とその通りになっているんですよね。うん、でさらに「平家物語」だとその兵士の武者がですね一人がそのえおじかを矢で射止めちゃうんです。 でそれに対してもう一人その武者が「こら矢の無駄遣いをすんじゃねえ」って言って怒るっていうそういうくだりもあるんですけど <laughs> ここも一応ね二人いて怒ってるなんかその怒ってるっていうところは書かれてないんですが一応いとめててもう一人が「あ無駄遣いしてる」みたいなそういうとこが多分含まれているのかなと思います。で結構この,あの「平家物語」と照らし合わせながら絵を鑑賞すると結構面白いんですけれどもでそうこうするうちにあの、えー、と義経はですねその崖から試しに馬を落として 見るんですねでそうすると中には馬がこう足を折って、まあ、あのうまく降りられなかった馬もいるんだけれども中には ちゃんと降りられた馬がいてそれでちゃんとしゃがって立ってブルブルブルって身震いするみたいなことが書かれてるんですね、うん、で一応絵の方も失敗した方と<ー>それから成功してブルブルって身震いしてるのと両方<ー>あの書かれてるっていうあのちゃんと細かくあのテキストをこう、ね、踏まえて描かれております。うん、でさらにですねいよいよじゃあ,、まあ馬も降りられたから義経軍降りていこうってことになるんですけどこう途中で結構やっぱり崖なので大変でいよいよもうこれは無理っていうところに来るんですね。だそこに、うん にあの三浦一族の一人がですねあの三浦の馬場はもうここは三浦の馬場と同じだって言ってこんな三浦だと普通だみたいなことを言って一人があの勇敢にもそこを降りていくっていう場面があるんですけど、うん、ちょうどその絵画化されてるのがここは多分とどまってる義経軍でこれが義経なんですよね、うん、で大体いい義経のそばに弁慶がいるんですけど分かりやすいここに弁慶がいるっていうでみんなでちょっとどうしようみたいな感じで止まってるんですけどそこの手前に 1> 1人おりまた多分これがあのここは三浦の馬場像っていうその人に当たるのかなというそういうふうにも細かくこうあの物語を救い取りながらまあ、描かれているという丁寧な描写になっているというものです。はい、ではいいでお願いします、えー、なんかすごく今ね「あのこう平家物語」にかなり忠実に基づいてるんだなってことをびっくりしましたけども。<laughs> こちらはですねあの今あの、当館で展示している作品でして、あの広重が描いたあの義兄一代儀のうちというですねシリーズもののうちの1点で、やはりひよどり越を描いてます。でこちらの、のなんかこう、一見すると、ですね、まあ、広重風の、まあ、風景がっぽい感じでね、描かれてまして、でもよくよく見ると、小さくですね、あの武者たちがひよどり越をの逆落としをしているという場面が書いてありまして。 ちっちゃいんですけども、一応、描き分けがちゃんとされてるんですよね。ちょっと次の図をお願いしたいんですけども、えこちらは多分ですね、まああのまあ、弁慶かなという感じですけれども、うん、まあすごくちっちゃいのでね、あのーまあ、広重のこう風景画のこう、まあ、人物って大体こういう感じで、ちょっと緩い感じでですね、<laughs> なんかこう拡大するとすごく可愛らしいんですけれども、まあ、弁慶もこんな可愛くなってますが、じゃあ次の図お願いします。 でこちらが、あのーまあ、大河ドラマでも出たかと思うんですけれども、畠山重忠が、まあ、その馬がかわいそうなので、あの自分で背負って降りたというね、話がございますけれども。<laughs> なんか馬がかわいそうな、<laughs> ね、ちょっとしょ怖そうな感じですね。そうですねのの <laughs> あの。ちょっと馬もなんかドキドキな感じで書かれてますけれども。<laughs> はい。で、まあ、はい。はい、じゃあ,あの、こちらがですね、あの対照的に、まあ、あの まあ、いわゆる普通の武者絵といいますか、広島で風景画風でしたけれども、こちらは、まあ、国吉が描いた、えー、武者絵になりまして、まあ、やはりですね、日踊り越えの地盤を描いてます。で、えーっと、じゃあ次の図をお願いしたいんですが、やはりあの武蔵坊弁慶が描かれていたり、義経が描かれてます。うんうん、で、次の図をお願いします。 で、こちらにね、やはり、あの定番の畑山重忠が、えー、馬を、まあ、背負っているというね、図も書かれてまして、はい。で、まあ、ちょっとこの絵の面白いのは、あの、笹ですよね。なんかこう、うん、笹の描写が妙に、国吉がすごく気合を入れて書いてまして、うん、なんか妙にこうリアリティがありといいますか、うんうん、まの下絵としてはなかなか面白い着眼点というか。 えー、力の入れどころかなと思っております。うんうんね、注目すると面白いです、ね。で、同じ場面で、でじゃあ、あの、違う作品で複数太田さんでは見られるってことですよね。そうですね。いはい、はい。ありがとうございます。はい、では、次ですね。同じ一の谷の戦いで、まあ、もう一つ名場面として知られているものなんですけれども。その義経軍が奇襲をかけた後で、はい、あの、まあ、この中では大混乱が起こるんですね。兵士の館。で、兵士の館が、から、こう、渚に向かって、あの人々が慌てふためいて、こう、逃げ出す。 っていうでその逃げ出す兵士方を今度は源氏軍が追いかけていくっていうそれがここの辺りに展開しております。でその1場面ですけれどもこんな風にあっちこっちでこうねいろいろこれ熊手で引っ張って引き上げるとか、うん、まあいろいろこれ有名な場面があるんですがここで注目したいのはまあこちらの人物とこちらの人物であります。でこれがまああの有名な つ森の最最後後ですね厚森最後のことって言って平,あの平家物語で出てくる場面であります。で、えー、とこれはあのこちらの源氏方の熊谷直実がまあ海に逃げていくこうあの,兵士の武者の中で一人えらくこう立派な相手たちの武将がいましてですねでその人に目をつけましてで敵に後ろを見せて逃げるとは何とも見苦しいとか言って声をかけるという場面です。で、平家物語だと帰させたまえ帰させたまえってねか帰ってこいって言って扇をこう上げながら 招くとでそうするとまあ、ね、そこまで言われて帰らないわけにはいかないので、熱、まあうん、森が振り返って、この後、まあ、帰っていってっ、ていう、まあ、下りになるという場面です、うんで。こういうふうに、まあ、あの少し離れたところなんですけれども、あの2人の様子をこれもとっても細かくこうあの甲冑の感じなんかも書き込みながら描かれているというものです。先ほどの、ね、国吉の絵の,、ま、あの左側に実はこの。 今の,、ね、あの水戸さんのご説明にあった直座根と厚森の、ね、一騎打ちの様子もちっちゃく書かれてるんですよね。なので、まあ、あの先ほどの絵というのは、日鎧越えも書いてあるし、熊谷と厚森のあのけっとも書いてあるしということで、かなり盛りだくさんな図だな、うん、ということに <laughs> あのがわかるかと思います,です、ね、なんか名場面をぐっとね、一粒で二度おいしいようにぎゅっと整えた感じの作品になってるんですね。そうですね,ねはい、はい じゃああのこちらがですね、まあ、広重の方のギガになるんですけれども、普通のこう、まあ、定番の武者絵のほかにもこういって、ね、こういった少しパロディ的な、ね、要素のある絵というのも OK ですとまた出されますので、うんうん、でこの下の部分をですね注目していただきたいんですけどちょっと次の図をお願いします、はいはい。こちらがですねあの <laughs> 嫌な予感が <laughs> そうです、ね。嫌な予感がするんですが、あのまあ、先ほどのね熱森と熊谷の一騎打ちの場面がパロディになってまして、まずですね、 あのまあ、木,戸木戸のです、ね、あの町名のとこから一の谷町というふうになってまして、<laughs> <laughs> まずそこから、まあ、あの嫌な予感が的中,的中していくんですけれども、そばの,、まあの屋台がありまして、で二八そば、うんとんというふうに書いてありまして、うんとんというのはうどんのことです。うん、で、その横にですねつ盛と書いてあるんですよね。<laughs> で お気づきかもしれないんですけれども、つ、ま、盛、ああまあ、というのが、まあ、温かいそばのことを言うそうでして、で平のつ盛とつ盛をかけているという、すごいダジャレにな,るなりますけどね。すごいですね、やっぱり江戸時代ならではのつ盛、はい、からのつ盛そばっていうね、発想が面白いですよね。でもさっきのもそうでしたけど、あのギガといえば国吉ってイメージがありますけど、<あ>これはね、国吉が真面目な武者絵で、どっちかというと広重が、はい、ギガなんですね。そうなんですあの 広重ってやっぱ風景画のイメージが強いので、うんうん、あまり知られてないかもしれないんですけれども、虫、うん、絵も、まあ、ちょっとのどかな虫絵も描いてますし、うんうん、こういうまあギガもね、すごく得意だったんですよね。うん、で、あのまあ国吉の,あのギガって、すごくもうこてこてで、まあ、笑っちゃうんですけど、うん、まあ少しな,なんかね、こう少年漫画的な元気さとかがあるんですけど、広重のはちょっとねあの、もっと力が抜けてると言いますか。<laughs> <laughs> そうですちょっとほのぼの緩い感じが、ね、ほんなの結構じゃあそういう新鮮な魅力が、ね、この源平をテーマとしながら見えてくるところがあるかもしれないです,そうですね。 全体的にはすごく厚い家があのず、うん、らーって並んでますので、その中にちょこちょこっと各所に広島を配置してありまして、まあそれは楽しみですね。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、では次参りましょう。次は、はい、あの一の谷に続いてのヤ島それから壇の浦の戦いの様子みたいと思います。はい、で、その中でもまあ何と言っても名場面といえばこのね、那須の与一のあのややで大将を言い落とすという場面かと思います。うん、で、これはあのヤシの戦いの途中。 中でですね。まあ、勝敗が決しないまま、夕暮れ時を迎えてでそうすると沖ある時こう。沖の兵士方から一層の小舟がですね。渚に向かってこう漕ぎ寄せてきます。それであれはいかにって言って見てみると、18区ぐらいの女房女性がですねえー。紅の扇を立てて。 それで手招きををしててこれううというっていうね折し、うん、もそれ平家物語によりますと折し、えー、も北風が吹いてそれで波が高くなっていてで船が揺れるから扇も不安定なんですよね。うん、なんで、まあ、あのここ波がかなり高く書かれていますけれども実際に平家物語もそういう夕方なんで風が吹いてきて結構波が荒れ海が荒れてるっていうことが 描かかかれれてていいるる結構その通りにあの描かれているかなと思いますなので、まあ、大変ですその扇をいるって言ってもねいかなあの矢の名手といえどもで余市はですね目を閉じてあの南無八幡大菩薩と唱えながらあのこれを依存じたら弓を切り寄り自害して人に二度と顔を合わせないとで今一度本国に帰りたいとあのあの返したいと自分をおぼしめされるんだったらこの矢は外せたもんなって言って心の中で強くあの祈って。 それでカッと目を見開いて、うん、あの矢を射るっていう、そういうちょっとドラマティックな場面なんですね。で、こちらは太田さんの方で展示されている、はいね、やはり同じ場面をあの描いたもので、これは北斎ですよね、うん、はいいますよね。 で両者ちょっと似たところはあるかなと思うんですけど全体の構成として手前に余市がいて、うん、で向こう側に船があるっていう,こう遠近を強調しているあたりは似てると思うんですけど、うん、まあ何せ北斎の方はやっぱり那須の余市が主人公なのでこっちがガツンとこう大きく描かれていて矢の方向も全然ここ,のここと直接関係ない方向に <laughs> 向いているので,うで、ね、もうあくまで添え物ですっていう感じなんですけど<ー>こっちは一応整合性が取れていてこの方向にこうちょっと見ている方向にここに房、yeah. があの方が扇を差し掛けてっていう状況が書かれていて、<ー>でこっちはの手前の浜の松ですね、松を描いて、こっちが浜で、うん、向こうがあの瀬戸内の海の方ですよっていうのが分かるような、まあ、とても構成が説明的な部分もあるんですけど、うんまあ、とてもあの整合性の取れた描写になっているんじゃないかと思います。でえー、とこの あの作品は明治23年の、えー、と日本美術協会の第3回共振会っていう展覧会で同賞を受賞したっていう作品でして、うん、あの教科書の掲載以来も あの当館にちょこちょこ来る。そういうすごく有名な作品なんですね。<ー>これ知ってる？っていう方が、はい、あのいらっしゃるっていう。そういうタイプの作品です。うん、で、これを描いたその小堀友人なんですけれども、これディテール見てみると、はい、すごいぎゅうぎゅうがっちりにブーが描かれてるんですけど、あ<ー>まあ、こういう無射影がすごく得意な画家でして。あの明治期の日本画家の中では？ 突出して、やっぱり、原平書くのが上手なあの画家なんですね。うん、であの、この小堀友とは、遊息古実とか、時代交渉にすごく詳しいんですけど、うん、ただ、詳しいだけじゃなくって、特に武具は、その自分で集めたり、うん、あと、あの模索を作るっていう、そういう、ちょっとマニアなところも、うん、<laughs> あったんですね。で、あの明治三十五年に、あの、えっ、ー、と、清盛ゆかりな広島の厳島神社に、あの大鎧が、すごく有名な国宝の大鎧がありますけど、あれを修理することになって、東京。 に持ってこられたんですって、はい、でその時にその修理監督を友トとトは務めてたんですね。うんはあ、で翌年の明治36年に修理が完成したんですけどその時にやっぱりずっと見てたら好きになっちゃったんでしょうね模索がしたくなったんですって、はい、<laughs> それで模索を思い立ってでそっから、えー、と明治40年までですからまあ足掛け45、うん、年かけてその昼間は絵画制作。 そこの模索は夜鍋して作ったんですって明治40年のお正月にようやく完成して、うん、でそのよ正月の新年会でそのを披露するっていうことになった、うん、で普通よろを披露するって言ったら多分まあ何か、ね、あの人形みたいなのに着せて,てその場に出すっていうのが普通だと思うんですけど実はこれはちゃんと着せてるんですね人間に。 しかもその着用もその伊勢流とかいう流儀の古式にのっとって順序正しく行われたんですって<ー>それでそこの中に出てきた、まあ、あのトモトとかお弟子さんたち集まっての新年会なんですけどメンバーはみんな折り絵星に腹巻きのその武者の姿になっていて、はい、<laughs> でしかもあのお酒をサーブするあの女性方はあの白拍子に扮して水管に長袴をはかされて<ー>まあ要するに今で言えばコスプレパーティーですよね。<ー>それをやったなん っていうエピソードも、あの残ってる画家なんですね。<ー>やっぱりそういう人が描くので、む、うん、武者の姿が、一味も二味も、あの違うなと思いまして。はははもうぜひ、あのこの作品は間近でね、そういう、あの、武具マニアの。あの書く、こう甲冑の凄さっていうのを味わっていただきたいなと思う作品であります。うん、はい。では、お、お願いします。ものすごいこだわりの描写だったんですね。<laughs> なんか、うん、あの、なんか。 その写真でなんか武具をつけてる姿もありますけど、そうですよね。ご覧になったことあります。あはい、これですねご覧になったことありますよね<あ>、うん。なんかすっごい上機嫌らしいですよ、コスプレをするときは。それでお弟子さんがちゃんとあの言葉を残してらっしゃるので、はい、よっぽどの武具好きだったんだなということが分かる画家ではあります。面白いいいですねははは、ね、こちらはまあの 屋、まあ、島の戦いでもう一つまあエピソードが、まあ、よく知られているエピソードがあって弓流しっていうのがありますね。でまあ,あの義経があの弓を平気型にこう引っ掛けられて、まあ、海に落としちゃうんですよね。でそれをまあ必死になって義経が拾,う拾おうとしたので、まあ、そ,のそんなに弓をこう拾おうとして命を落としたら意味がないからそんなに頑張るなということで味方から言われるんですが、うん、いやいや。 あの実はその義経の弓っていうのがあまりこう強い弓っていうかその強く引く大きな弓じゃなくて弱い弓だったそうで大将の弓がこうあの敵に拾われて、まあ、弱い弓だってことが分かるとすごく恥になるので頑張って拾うのだというようなことを言ったというねう「平家物語」の話がありますけども。うんうんうん まあこの絵ですと、あのー、まあその真ん中にですね、真ん中の下の方に義経が描かれてて、はい、まあやっぱこう必死になってこう弓をこう、拾おうとする姿というのがすごく描かれてまして、そばにね、あの弁慶がいて、うん、まあ、助けようとしているのかちょっと分かりませんけれども、うん、まあ、まあ、そういったですね、この弓流しのエピソードを描いた一図になります。うんうん、じゃあ、あのまあまあね、国吉のまあ作品ですので、まあ、あのすごくですね、あの いっぱい武者が描き分けられているんですけれども、全体として見て、わりとちゃんと構図がしっかり見えてくるというか、国吉らしく整理されているなというような印象がありますね。じゃあ次、お願いします。ごめんなさい、これが拡大図ですけれども、弓を広している義経と弁慶が描かれています弁弁慶慶ががど右側の図形の図ですね。 助けに行ってる感じですね。これね。そうですね。ねうん、はい。はい。次お願いします。はい。これは何ですか。<laughs> これもなんかすごい賑やかな図なんですけれども、は,はい。こちらがの弾ノ浦の戦い、まあ吉やや島の戦いの時に弾ノ浦の戦いがございまして、うんうん、まあそこで兵器がね破れて一族が滅亡するわけですけれども、うん、あのまあ海にこう受水してみんなこうあの武者たちが、えー、死んでしまうわけですが。<laughs> その後にあのに3種の神器というのが、まあ、平家と一緒に沈んじゃったということで、うん、頼朝がそれをまあ捜索しろというふうにね天に命じるわけですよね。うん、で天が降りてみるとあの海の底はこんなふうになってましたというような地図になってて <laughs> そうかじゃあこの青い顔の方々は皆さん亡くなられた方々ということですかね。はい そうなんです。あの平家の一門が、まあ、亡霊となって、海の底で暮らしていたという、うん、<laughs> まあ、設定で書かれた。かなりファンタジーな作品になります。<laughs> <laughs> ね、いろんな種類の魚さんが泳いでて、はい、なんかファンタジー感満載ですよ、ね。はい。えー、なので、なんか、まあ、あのー、こう。特徴としては、まあ、その、ね、今もおっしゃる、たように、まあ、魚ですね。なんか、いろんなこう、うん、平家ガニみたいなのとか。平家ガニがいるの。<laughs> はい、多分ね、こ,あのこの鴨盛が真ん中にいるんですけど、そのはい。はい、あじゃあちょっと次、あの拡大図があるかと思うんで、はい、はい。えー、っと、こちらの右が、まあ、安徳天皇と、まあ、その周りの、あの、冠女たちですね。うんうん、で、それから左が、あの、平家型の、まあ、猛将として知られています、平野友盛。うん、まあ、歌舞伎のね、義経千本桜なんかでも、すごく平野智盛、活躍する話がありますけれども、はい。でじゃ次の絵図をお願いします。これ はい。これは魚介類のアップになりますけれども、すごくこの絵はですね、歌川義虎という絵師が、あの、まあ、魚介類になぜか気合を揺れて描いてまして、まあ、右が多分平気眼になると思います。で、左があの魚たちであの、特にお気になるのが、あの、このフグですね。<laughs> 目つきが。<laughs> <laughs> 目つきがなんかこう悪くてちょっと怒ってる感じ。悪い感じで、悪いですね、はい、これ。<laughs> なかなか可愛いなというふうに思っています。はい こんな、ねあのはい、楽しい地図でしたは最後にですね、今までは源平の,の場面をこう取り上げた作品をご紹介しましたけれども、この最後はですね、登場人物にこう特化した作品をご紹介していきたいと思います。はいはい、ではまずこちらからお願いします、はい、あのこちらがですね、月岡義俊が描きましたあの源頼朝の,あの、まあ、肖像というかあの、一番目を描いた絵になります。<laughs> あの真ん中の場面としてはあの鶴岡八幡宮で北条絵というです、ね、儀式が行われましてあ生き物を、ね、放つという儀式になりますけれどもこの時にあの、まあ、鶴がですね千羽放たれたというような伝承が残ってましてそれを描いてます。で結構まあ頼朝の、ね、肖像っていうとまあ浮世絵でもなかなか描かれることは少ないんですけれども。うんうん、はい そうですよねよ頼朝って意外とあの中心人物なんですけど、はい、こうメインで絵になるっていうことが意外と、ね、江戸時代探してもあのいるんですけど、はい、そんなにこう特化して描かれるっていうことが意外に少ないような気はするんですけどこれは珍しいんですね,ですねこれはまあ明治9年か、ねね、入ってからですけど。 やっぱりそのなんかこう合戦の絵がまあ武者絵なんかですと多いので。どうしても義経っていうのが大活躍で、絵にもたくさん描かれるということになるわけですけれども。うんうん、頼朝はなかなかこう表に出てこないでこ、こう。そうですね。ね、はい、確かにね。うん。まあ、それをね、よあの。義敏、うん、さんが描いたい。で、ちょっとあの。あの表情がですね、どこかこう。 満足そうな表情に描かれているので、なんとなくこう権力を手に入れて、自分の時代を築いたという時期の絵なので、そういったこう、まあ、思,あの思いというのがこう絵に描かれているのかな、うん、というふうに思いました。で、ね、は次、い、ねはいはい、お願いします。はい、であの、これもすごく珍しいんですが、逆に今度はあの平時の乱というところで、まあ、あの敵を切り倒しているという絵になります。うん、さらにこういったですねあの、まあ こう武者として活躍している頼朝っていうのもなかなか描かれないんじゃないかなというふうにやっぱり武者絵得意とする、ね、この幕末から明治初期にかけての,あの動向なんですかねなんかいろんなタイプのこう武者絵が出てきますけど、はい、頼朝の武者絵はちょっと珍しい、ねそうでね、気がするのでな,、はい、なのでまあ明治に入っていろいろ画題がね、うん、だんだんこう増えてきて、うん、そうですね。 江戸時代には書かれなかったようなことが書かれているということかもしれません。じゃあ次もですちょうどです、ね、この明治10年代の、あのー、半ば以降、ですね歴史画というのを義時がかなり書き出した時期でして今までの,その江戸時代の武者絵というのはあの結構、廃止っていって、まあ、独説の歴史みたいなものにも基づいていることが多いので。 もっと時代交渉をやって、歴史に忠実な絵を描くというな流れが、お経の中で起きてきます。で、今回、展示しております、この大日本名所鏡というシリーズなんかは、その流れの中で描かれた作品になちょっとおめでたい感じですよね、両方ともね、こっちが右側が清盛で、先ほどのが頼朝ですけども。 そうな清盛、ねうん、のほうは、工事が、厳島神社の工事が間に合わなくなって、うん、あの日が足りなくなったので、あの清盛の力をして、ですね、あの扇でこう太陽をこう呼び戻しちゃったっていうような、日招きの清盛っていうような課題になります。なるほど <laughs> 結構めちゃくちゃなんですめちゃくちゃですよね歴史交渉はしてるんですね、すそういうでも話が伝わってるからね、はい、そうなんでしょうけど、で,ね、でも両方ともすごいですね、はい、なんかちょっとそういうじん尋常じゃない。はい 歴史上の偉人の尋常じゃなさみたいなところがね、こちらも北条絵ですけど、うん、この鶴の、はい、舞い方がちょっと普通じゃないというかなんかすごく,面白,く、ね、面白いですよね、はいえー、ありがとうございます、はい、じゃあこちらに参ります今度はうちの方はあの昭和期に、えー、書かれたあの人物ですねこれは義経を、えー、描いているものになりますで、えー、とあの義経を描いたものだと、まあ、結構幅広くありますけど牛若丸が あの京都の五条橋でこう、ねはい、弁慶と対決しているとか割と一般の方だと牛若丸時代の,、はい、あのイメージなんかもあると思うんですけれども、はい、あとその次が一ノ谷とか屋島の戦いの場面なんかが取り上げられること多いんですけどそういう意味ではこれちょっとあの毛色が違う、はい、平泉の義経とあるので奥州平泉にいた時の,あの姿を描いているものです。義経はですねその、えー、源頼朝がが平家打倒にに立ち上がるでその頃に欧州平泉のの頃藤原秀平の の下で、あの庇護を受けて、それでまあ修練を積んでたって言われてるんですよね。で、それで、まあ、あの頼朝の、えー、の下に馳せさんじるっていうことになる。 でその旅立ちの前の様子をまあ描いた場面だと考えられています。で左側に食前が置かれているので、まあ、何かねあの食事をして宴のようなことをしていて、まあ、これが最後の夜みたいなそういうシチュエーションなのかなとかいろいろ想像させるところもあ,<ー>ある場面を想像させるところもあるんですけど、まあ、描き方としてはすごく肖像画として描かれてるなっていう感じがあると思います。うんうん、で明治期の歴史画は、まあ、あの場面があって でその場面の想定で、まあ、あの人物も、えー、フォーカスしていくっていうあのスタイルが多いと思うんですけど、はい、これ昭和の特に前田清尊とか安田幸彦あたりになるとあの神伍寺,寺さんが所蔵されてる伝源頼朝像っていう有名な肖像画がありますが、うん、あの影響がこう多かれ少なかれなんとなく感じられるものが多いんですね。で顔立ちが少し似てていいるっていう ケースがあって、まあ、これも割と義経がこれ義経ではあるんですけど少し伝頼朝像の端正な顔立ちを思わせるところがあ,<ー>あ,のあるんじゃないかなと思います。でさらにこの秀衡なんですけれども幸彦の,の、えー、と言葉によりますと、うん、その中尊寺金色堂に納められた秀衡のミイラの顔の骨格から秀衡像を試みたっていうふうに言ってるんですね。でこれはあの、えー、昭和25年にあの金色堂の で結構当時すごく話題になったらしいんですねおそ、うん、らくその歴史画を描いてる側としてその実在の人物の骨格が分かるっていうのはすごくこうね、うん、画家としては大きなインパクトがあったんだと思うんですね、うん、でひだひら描くんだったら多分その骨格をぜ,ぜひね確かめてみたいっていう思いがあったんだと思うんですけど、はい、まあそこから15年経ったこの昭和40年にあのこういう作品に仕上げたっていうものなのでこれ義経もあのいいんですけどもしかして影の主役は、はい 後ろ背後にいる秀衡かだなと思うようなところもある作品です <laughs> <ー>でちなみに、まあえー、と今回の「の大河ドラマで」で、えー、秀衡役って田中泯さんが演じられていたと思うんですけど <laughs> なんかねなんとなく田中泯さん見てるとなんとなくこう面影が似て,似てるような気もしなくもなくてもしかしてねそのキャスティングの時にミイラの骨格とかはい、はい、なんか参考にされたのかと思うぐらい<ー> <laughs> ちょっとそういうあの田中泯さんと重ね合わせながらこの作品をご覧いたま いただいてもちょっと大河ドラマファンの方には楽しんでいただけるんじゃないかなというふうにあの思っているところでありますミイラのこう骨格の写真みたいのが結構当時こう<っ>、まあ、見ることができたっていうかあの報道とかされたんでしょうかねおそらくそうだと思うんですけどで,で,でも湯引こは多分何か通じていろいろ調べたうちで調査されてるのでその調査結果なんかをそらくきちんと調べた上で、うん、あで顔を想像して。 いいてるんだろうなと思この、まあ、田中美さんがその <laughs> のキャスティングの話ですけどミイラーの骨格を見たっていうのもあるかもしれないですけどこの絵がモデルとかねそういう可能性とかも、うんかうん、あるのかもしれないですね。 割と有名というかね。その歴史関係では、はい、あの掲載で取り上げられることも多いので、うん、私も個人的にはもしかしてこれがイメージあって、あの、はい、田中美さんのキャスティングに繋がったんじゃないかと。勝手に、はい、あの想像したりもしております。はい、<laughs> ありがとうございます。いますはい、でははい。ではこのように見所をね。作品の見どころを紹介してまいりました。はい、では、最後にあの各々の間のえっ、ー、とイベント等の告知コーナーで。 はい、ご紹介をしていきたいと思います。じゃあお願いします。7月1日から、えー、今月の7月24日まで、えー、源平合戦から鎌倉へ清盛義経頼朝ということで、えー、大滝念美術館で開催しております。次のスライドお願いします。いろんなね、義利ししですとか、えー、国吉ですとか、広重ですとか、いろんな絵師のかあの人たちが、まあ、時代もね、バラバラの絵師の人たちが、えーまあ、源平のいろんなストーリーを。 書いていててそれをこっちまああの全部時系列に並べ直してあのまあ、展覧会を見ると源平合戦のストーリーが日本のね歴史がよくわかるよという流れがよくわかるよというような展覧会になっておりますうん、うん、必見ですね、これはねあの大河ドラマなんかご覧になっている方は、ね、そうですね、大河ドラマにハマっている方はぜひぜひという感じの展示になっています。であの、まあ、その展覧会にですね付随してあのオンライン展覧会というのも,もう、えー、アップしておりまして、えー まあ、こちらにです、ねまあ、コロナの関係でご来館できない方もお家で楽しんでいた,いただけるようにです、ね、オンライン展覧会をご用意しております、それからあの YouTube 動画もです、ねえー、随時ちょっと配信していく予定ですので、こちらも、えー、楽しんでいただけたらと思います。次お願いします、はい、それからあのまたあの先の展示になりますけれども、7月30日からは、えー、浮世絵動物園という、うん、展覧会を企画しております。そうかも <laughs> なんかね、楽しげな、うん、にぎやかな感じになっておりますけれども。はい、じゃあ,こあの次の、えー、スライドお願いします。こちらもですね、こういった北斎の、ね、左側にあります、うん、北斎の肉質画もあれば、えー、右側の、ね、下の方の春信の,のね、作品うん、猫の作品なんかもあったり、うんえー、うさぎが相撲をしている絵もあったり、<laughs> まあ、広重のね、有名な猫の絵なんかもあったり。うんうん あとはね、真ん中にあります。なんといってもね、何といっても、太田さんといえばの。はい、なんかうちのツイッターのアイコンにもなっている、虎子石、とかいとこちょさんつぎうちというね、吉しの作品も出ますので、ぜひぜひ、実物、虎イ石のね、なかなか出ませんので。そうなんですね。絵だからね、いつも展示するわけにいかないですもんね。そうかそうか。久しぶりに展示されますので、ぜひぜひいらしてください。 ありがとうございました。はい。 はいではえ当館の方はえっ、ー、と現在あの始まりまして9月25日までえー、水の形と題した展覧会であの原平ものだけではなくてさまざまな水のあのを描いた作品をえー、展示する中でまあ原平の作品も紹介するとそういう構成になっています、うん、でえー、まあ滝を描いた千住さんのまあ代表作品の一つですけどウォーターフォールからはい、まあ、海を描いたまあ有名画家の作品さらにはまあ浮世絵のこの雨もとても有名ですけれども、はい、あの水のさまざまな表情ですね、うん、浮世絵とそれから 日本画とともにたどっていくという展覧会でも見ているだけでとっても涼しい気分に、うん、あのなれると思いますので、はい、ぜひあの暑いもどっか行きたいという方はぜひね美術館の中で進んで行きたいなと<ー>いただきたいなという展覧会になっています。<laughs> とえっ、ー、と4月31日にはあの富士紫先生がですね講演会をしてくださいますのでこちらまだあの絶賛募集中ですのででその後えっ、ー、と PTX で受付をしております。であのこの日以降もアーカイブであのご覧いただくこともできますので。 のであの、うん、ぜひぜひ PTX の方をご覧になってみてくださいそれから夏の学割というのもやってまして大学生、はい、高校生の方はぜひね夏休みですからあのいらしていただきたいんです<ー>半額で。 ご覧いいただけるというサービスもやってます、えー、でさらにはちょっと暑いんですけど着物のお召しの、うん、でいらしていただけますとあのこのように一般1 0 0円引きで、はい、大学生高校生100円引きでご覧いただけますのであのぜひあのお着物でいらしていただければ幸いです。うん、でさらにこれ毎年夏になればなんか渡辺さんと対決してるって感じですけど、うん、これは去年ですね <laughs> 去年あのやりました「東海道53つどっちの東海道53次賞」というのをやりましてこちらが、ま、YouTube でまだ公開して,いておりますので。 プレゼン対決をやったというあの渡辺さんとものなんですけれども、よろしければこちらもぜひご覧ください。両館ともに、まあ、SNS を展開しておりますので、ね、太田さんの SNS もすごいですもんね、連日ね。いやいや、まあなんかちょこちょこと <laughs> <laughs>、<laughs> 皆さんね、はい、頑張っておられるのであの、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。はい、はい、では本日はどうもあの渡辺さん、ありがとうございました。